3番小笠原。待ってました、この一撃。ライトへソロホームラン。3割飛んで7厘、対小宮山も今シーズン7打数で3安打。小笠原打ち上げました、センターへ。ちょっと深い守備だった、その前に落ちました。センターの諸角の前に落ちて小笠原ヒット、ツーアウト。バックスクリーン左に同点8号。小笠原が打った、際どい28号ツーランホームラン、2対2。試合は4対3、ファイターズかろうじて1点のリード。ここでなんとか追加点の欲しい場面でガッツ小笠原がバッターボックスへ。横浜川村のストレートをフルスイング、打球はライトスタンドへ。貴重な追加点となる14号ソロホームラン。そしてライトが金城、横浜ベイスターズ、指名打者が前田、広島東洋カープです。さあミスタークルスイン、小笠原道博、さあいったー、交流戦でも上原からホームラン、そしてこのオールスターでも打ちました。この小笠原が対決したい選手としてこの上原を挙げていました。変化球を打った、センターに上がっている、センターに上がっている、どうだどうだどうだ、そのまま飛び込んだ、小笠原の一振りでジャイアンツ逆転、今シーズンの第26号。上原を援護します小笠原。2人倒れてしぼみかかったところ、高橋由伸のスリーラン、さらに続いていきました亀井のソロホームラン。さあこれもどうだ、行ってしまうのか、ライトスタンド、なんと3打連続ホームラン、間違いありません。これが2008年のジャイアンツの打線です。高橋由伸スリーラン、亀井ライトへソロホームラン、そして小笠原今日なんと4打数4安打。打席はセカンドゴロに倒れています、この小笠原。清原さん、はい、この展開で韓国の内野陣はダブルプレー体制ですね。いや、ゲッツーだと思いますね、これ、セカンドショートはゲッツーで、そうですね、ファーストサードがバックホームだと思いますけどね。なるほど、はい、当たった、右に切れました、ファウル、ワンストライクワンボール、引っ張った、一塁間のところ、当たりはよくないが抜けた、ライト前ヒット。いいランナーは進めていた巨人ですが、あと1本出ないまま来ました、ライトスタンドへ、見送った、入った。これで3対1、まだ点差2点です。フルスイングできるか、打ったー、センター前、小笠原道博2000本安打達成。
打でタイムリーの小笠原。初球打ち、センターへ、高々と上がって、ひじりさは下がる、もう一伸びはありません、三塁ランナーがタッチアップする、1点返しました、5対2。さあ、小笠原です。打った、フライト、フライト、一歩も動きません。小笠原ドラゴンズ移籍第1号ツーランホームランが生まれました。すごい当たりだ、一直線、数378本、歴代23年1169打点は25位。レフトの左、追いついて取りました、レフトフライ。小笠原3打席目